は劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、マイファミリー第2話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー。やっぱり浜田岳さんのね、設定がね、元刑事がね、早速生きてきましたね。そうなね <laughs>、うん、いや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 、ね、すごくい、ねのねはい忍ばせてあったのがね、やっぱりね、<ー>生きてきますね。はい。えっと、7分。はい はい。やっぱね二宮さんとタメさんの部屋でのやり取りはね、うん、緊張感がやっぱあるいいやり取りになってますね。うんうん、交流も綺麗ですけど、まあそれよりもこうピリピリするような緊張感がありますね。うん、いや良かったと思います。いいお芝居でしたね。うん、そうですね。このねえっと序盤の寝室のシーンとあの最後も寝室のシーンで締めるんですけどね、うん、そのね同じ場所で やる2人のお芝居だからちょっと変化がやっぱり明確に見えるというか、うん、すごくいい構成だったですよね。はいうんはい、で、えー、22分、はい、高橋さんと、えー、松本さんの交渉のところがあるんですけども、はい、ここもねまあまあまあやってることは集中力が高く緊張感のある、うん、いい交流ですし、うん、その背負ってるものがお互いあって。うん、で そのきっとねなんかこう背景にある目的がねなんかあるんだろうね。そうですよね。うん。でそのその中でやっているあの交渉をしているうんいいお芝居でしたね。ただこうね一癖もある二癖もあるね松本さんのそれがねどうなっていくのかっていうでもいいお芝居でしたねやっぱり面白いですね。 うん、そう多分まああの交渉だからこう目的みたいなところ狙いみたいなところを巧妙に隠しつつなんか表面上のそのね,ね柔らかさと冷徹な何かの相反するところを併せ持ってるっていうところですよねはいで次が31分はい、えー、二宮さんと今度はね角さんとの交渉ですよねはいで あのーまあ、二宮さんの本当に強い行動ですよね、うん、それをしていると何かが起こってくる、感情的な何かが起こってくる、うん、でそれを使って相手にねじ込んでいくっていう強い交流、うん、うで、でも角さんがこう入れてくれないというか、その飲んでくれない。 二宮さんがさらに強い行動で相手を変えようとするっていういいこの流れのお芝居ですよね。うんうん、めちゃくちゃうまかったですね。そうですね相手の障害が大きいからそこを乗り越えようとする力がどんどん強くなっていくっていうね、うん、スパイラルですよね。やり取りですよね。うん、はい。はいで次が46分。はい。ねこう 警察をというか、警察をですね、浜田さんと賀来さんが追い詰めていくところ、追い詰めるっていうか、出し抜くというか、なんかそういうところですよね。これもね、すごくね体に響くいい演技でしたね、思いだし、なんだろう、やっぱ歴史が見えたというか、こう。 ねえ昔は友達でとかうん、うん、うんっていうのが、ね、キャラクターもでなんか本人たちも多分ちょっとこうなんていうんですかねこう近い存在なんでしょうねなんか非常にこの辺の、うん、なんかこうグループ感は非常に良かったんですよねうん、うん、素晴らしいお芝居だったと思いましたねいやしかし「マイファミリー」のタイトル通りりんでここ起きてくる事件がその ね家族の間の絆だったり、うん、関係性だったり、うん、そういうものをこういち,いち強く確かめてくるというか、うん、それ壊れるのかどうなのかみたいなね <laughs> 反応がどんどん引き出されていくっていうドラマですよね、うんうん、そうねそう、うん、裏切るのかどうかとかね <laughs> ねそうですねいやそこで最後最後がその五十四分なんですけど。はいはい 二宮さんと多部さんのやっぱね電話で娘の声をやっぱ聞くところっていうのは良かったですね声を呼びかけるっていうのはまあ呼びかけるのはまあ一応行動ですよね、うんうん、でその行動を一生懸命していると襲われる何かで、うん、その答えが返ってくるお母さんあのだなんかこ、ね、答えが聞こ、うん、えが、うん、そうそうそう返って くると体に響いてそれを使ってまた綺麗な交流をするっていうこれもまたね、うん、非常に素晴らしい綺麗な演技そうまあ言ってしまえばそこに尽きるんですけどいやこれがなかなか難しいとこよね。台本上では何が起こるかも書いてあって、うんね、そ,うそれをあらかじめ準備してしまったらダメだし、うん、その場で起きたものとして受け取って。うん うん、反応するっていうのはまたすごいね本当に特殊な技能というか、うん、ね本当に大事なところだと思うんですけど、うんすね、いやあいいいいなんだろういい俳優さんとか体が響く俳優さんっていうのはあの一番最初文章を読んだこと以上のことがやっぱ起こるんだよね生涯<ー>するというかうん、うん、だから娘さんの声をパンって聞いた時になんかこう やっぱ破裂してるんんんだよね部さんがうそれがね非常に綺麗であれだけはね文章に書けないんだよね。うん。そう、とがきにでもあの感極まるとかっていう <laughs>。いや、ね <laughs> いね、それ書いちゃうとちょっとダサい、ねそうそうそう。ないとは思うよ。ないと思うけど、そう。っていう文章でそうなっもね、書くとしたら。うん,うん。も本当は多分書いてないと思うんですけど。やっぱだから かああいうのがあるとあ生身の人間がたった今存在して聴いているんだなっていうのが役者さんの能力なんだなって思うと確かにそうですね,ですねそう台本という,こう設計図から俳優さんが受け取ったり感じたりしたものがそこに炸裂するっていう、ね、なんかこう肉体としてあるというか何、うん、かそれがやっぱ醍醐味ですよねうん。うん だと思いまただこれあれですかね、うん、こうなんかこの今登場してる人の中に犯人がやっぱりいるのかいやいやわかる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 ちょっといるだろうななんかちょっとね <laughs> 多分ねいやいるんでしょうね、うん、ほらーとかおーとか言う見てるけど多分いるんでしょう、ね、<laughs> もう踊らされてるんでしょうねね,ねそうなんだけあね <laughs> 私あの一番最後ねお父さんお母さんがね玉木さんに <laughs> 丸め込まれているのかどうかっていうね、うんまあ、まだ分かんないけどねそうですもあれですね警察と一枚岩じゃないってところが、まあね、あのこのドラマのね特殊なところというか<ー>特徴づけるところではあるんで<ー>そう味方のようで味方でないみたいな味<ー>方同じ目的に向かって進むんだけど ね共には進めないみたいなところの面白さですよね。いやこれでも本当になんかこううまいよねすれ違わせるのが本当だよね。いやそうですね。そうそうだからこう役者さんが本気でやっていくとすれ違うようになるんだもんね。だって、うん、ね警察はね介入したい、うん、介入したくないっていうこの設定を作ったのがすごいよね。うんそうそうなんですよね。うん、ちゃんとぶつかったりすれ違ったりするように、うん、う,うまく組み合わされてるっていうところのね凄、ね、さですよね。すごいよね、うん、面白いです。 はい、というわけで、はい、マイファミリーの第2話でございました。ありがとうございました。この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います、えー。お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。